よし、行くか。はい。てか、お前、あれさ、飯大丈夫？さっきなんか、もう、足りねえみたいな感じじゃなかった？ギリギリじゃなかった？あ、そうなんすけど、うん、あれ、あれっすよね、飯ってジムの森さんに、言えばいいんすよね。うん。いや、なんかで、なんか森さん、すげえ忙しそうだったんで、うん、ちょっと、声かけれてないんすよね。マジで言ってんの？いや、で、誰に気使ってんだよ、お前。え、な、どういうこと？森さんにお願いしてないってこと？それ、ちょっと森さん。いやいや、別に森さんが忙しそうだからって、それ森さんの仕事だから。いや、それでお前今だって、営業行く先で名刺配るの、今ストックなくなったってことでしょ？あ、いや、あります。でも、まだ。いや、だからさっきのところでもう、ほぼなんか、あと1枚みたいに言ってなかった。今日結構配るよ。あ、でも、なんか、お前誰に気使ってんの？お前さ、そのもう優先順位違うだろ。すいません。え、ちょっとマジで本当会社持ったら速攻森さんに言って。で、なんか森さんがもしなんか、え、嫌な態度取ったってこと？お前に。いや、もう。いや、全然そんな。それなんかお前が気使ってるだけでしょ？その身内に気使うんだよ、マジで。それでだって名刺足りんのが一番意味わかんないから。すいません。お前もいいや。とりあえず行くか。すいません。行こう。すいませんでしょ。行くよ。